こちらになりますとね、薄皮屋さんですが、今週の週刊プレイボーイ、大人になってもわからないというコラムがあってね、ザ・ローリング・ストーンズが取り上げられております。うん、その中に、坪井さんは日本におけるザ・ローリング・ストーンズであるという部分があったんで、お知らせしますよ。誰がで、うちのスタッフがね、買ってきて、そうそう、これ、はい、三浦淳さんと工藤官の対談から。はい、工藤官とね、三浦淳さんがいろいろストーンズのことについて喋ってて、ストーンズというのは聞きながら、結局ストーンズというのは言い直せばですね、あの三大テーゼでね、やりてえ逃げてえまたやりてえと、結局ね、ち丸ぽの曲だよね、ストーンズの曲だと言ったら、工藤官がね、うん、ち丸ぽとともに50年、日本だと坪井の流ですね。そっちか、そっちで書いてある。はいはいはい、そういうところ、あの下ネタのねって二人の間でもうなんかね、か話としては坪井さん完成されてますもんね。工藤官の中では私はそういう扱いになっておるわけですか。はい、あの注釈のところでは坪井の流を下ネタの対価って書いてある。対価。はい。でもそういう風なのかな、工藤官はおかしいな。坪井の流の表記が間違ってました。そうか。やっぱそんな程度なんですよ。結局いろんなこと。ね、はい、まあ、いろんなニュースがありました。はい、どうもありがとうございました。中日新聞ニュースと天気予報でした。